皆様こんばんは。時間になりましたので開始させていただきます。本日はですね、一般社団法人オーソモレキュラー栄養学研究所の、栄養療法ミニセミナーおよび、ONP-ONE 養成講座説明会にご参加いただきましてありがとうございます。今日で3回目の開催となります。実はですね、通常この今私が話している役目は事務局のスタッフ様が行うんですが、連日連夜というような感じでオンラインのイベントが続いておりまして、他のご予定があるということで、今日は私が代理を務めさせていただきます。私は第1期の認定 ONE でございます、伊藤ゆりやと申します。今日はですね、講師として ONE の河村光様、それと、ONP の越智彩希様をお迎えしております。司会進行を私が務めさせていただきまして、最後の説明会の必要事項などもお伝えさせていただきます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、河村さんの方からお話をいただきたいんですが、いらっしゃいますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。河村さんはですね、ONE ということで、さまざまな健康の分野で発信などセミナーなどでご活躍中でございます。今日はですね、妊娠と産後に必要な栄養ということでお話をいただきますので、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではご紹介に、いただきました、河村光と申します。私はですね、第2期の、ONE ということでですね、はい、物資を、学んでおります。ちょっと私の自己紹介を兼ねてですね、少しずつ始めさせていただきたいと思います。私はですね、16歳の時に、芸能界にデビューし、当時はですね、グラビアアイドルとしてですね、活動をしておりました。ありがたくですね、お仕事はいただいており、忙しくなっていたんですけども、そんな忙しさゆえにですね、やはり生活習慣の乱れからですね、体調不良に悩まされることが多くありですね、健康についてですね、こう振り返ることが非常に多くなってきたんですね。当時はですね、やっぱり20代ということで、なかなかこうまだですね、今みたいに、携帯でですね、何でもこう、SNS を使っていろんな健康の情報とかですね、手軽に知れるような状況ではなかったんですけども、こうやっぱりこう年を重ねるにつれて、この、20代の前半で体調を崩している場合ではなくって、より健康的に、そしてなんか美しくいられたら、もっともっと年を重ねても楽しいんじゃないのかなとかってこう思うようになりました。そしていろんなですね、資格をですね、はい、このように勉強している中で、将来的にはやっぱり、健康的でこの穏やかな、こうなんかライフスタイルをですね、送れるようになりたいなっていうふうに思うようになっていきました。今日のはですね、テーマはですね、妊娠、そして産後に必要な栄養についてお話をですね、させていただきます。まずですね、なぜ私が物質栄養学に出会ったかというとですね、私はですね、35歳の時にですね、不妊治療をですね、して第一子を出産をいたしました。はい、でその不妊治療をしている時もですね、結構トラブルが多くてですね、例えば受精卵を戻してすぐにですね、インフルエンザにかかってしまって、それでですね、もう本当にこう念願かなって受精卵を戻せたのに、たまたまその時期が2月だったので、インフルエンザとかもすごくこう流行している時期で、自分がかかってしまい、お医者さんからですね、まだ妊娠初期というか、妊娠判定が出る前だったので、薬を飲んでいいよっていうふうに言われたんですけども、やっぱりその、不妊治療って本当にこう大変ですよね。時間も
体力もそして、まあ、費用面でもすごくこうかかるので、やっぱりこうなんかその時飲んだ薬が後にってい う, こう不安な気持ちがあったりとかして、まあ、薬を例えば飲まないでいると、まあ、そのまま症状がですね悪化してしまって肺炎にかかったりとか、まあ、本当にこういろんなことがありました。ね、妊娠初期っていうと本当にこう月に1回ぐらいしか診察に行けなくて不安な時期が多いですよね。まあ、その時期を抱えながら第一子を無事に出産をしたんですけども、そして、まあ、子どもがですね成長していって、離乳食が始まった頃ですね、はい、産後1年近くなった頃ですね、まあ、めまいだったりとかもうすごくこう頭痛が頻繁に訪れるようになって、なんかこう私はちょっとなんか体調が悪いなっていうふうに思うことが多くなってきたんですね。で近所のですね、お医者さんに行ってみたり、またはそれでも原因が分からなかったので、まあ、人間ドックを受診したりもしたんですけれども、まあ、その自分が抱える不調がですね解決できるような病名だったりとか、まあ、そういったことが全く分からずに別にこう至って健康ですみたいな病気は見つからず、未病の状態で疲れが溜まっているんじゃないですかみたいなぐらいしか言われなかったんですね。まあ、そんな状態を、過ごしていて、こうどん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 こう結構症状が悪化していってですね、まあ、ある時は、まあ、自分だけこうなんか揺れてるように感じるぐらい、まあ、めまいがひどくなっていきました。でこのままだとちょっとね心配だなと思って、まあ、いろいろ調べているうちにオソモレキュラーっていう言葉がまあ、検索して、そして溝口クリニックに受診をしてみました。でするとですね、まあ、栄養解析を受けてみたんですけども、私の、体は、そうですね、まあ、低体重そして低栄養で鉄欠乏というふうに、まあ、受診ごめんというふうに、まあ、診断をされたんですね。まあ、低体重でいうとですね、こう、まあ、私の、その、まあ、今までいた芸能のお仕事ですと、まあ、どちらかというとこの、まあ、痩せているというこの体型がですね、まあ、当たり前のようなこの世界観だったので、まあ、むしろそのあすごいこう痩せてるねとかって言われることの方が多くって、まあ、それがこう普通だっていうふうに思ってどちらかというとずっと過ごしてきたんですね。まあそうなると、まあ、痩せてるということは、まあ、当然のように、まあ、食事の量も少ないですし、まあ、そうするとその栄養量も少なくって、まあ、ずっとこう低体重が芸能を目指しているような頃から、まあ、ずっと続いてたわけです、ね。なので、まあ、振り返ると、まあ、例えばその月経の周期にやっぱりこうすごくトラブルが多かったりとか、あ肩が凝るなとか腰が痛いなとか、ずっとこうなんかホルモン周期によってなんかこう自分の中で不定愁訴が多いようなことを抱えてずっとおりました。はい。しかしながらですね、その溝口先生のところで、まあ、しっかりと診断が、ね、自分の体の状況が分かったので、まず食事をしっかり整えてですね、はい、そして足りない栄養素はサプリをですね、まあ、医療専売品 の, サプリメントをですね補充して、やっていくと、もう今まで本当にこう半年ぐらいずっとこの不調に悩まされていたのに、なんかこう 1,2 週間した頃からですね、なんかこうみるみるですね元気になってくるんですね。である朝目覚めると、なんかこの指先がですねポカポカしてるような感じがしてきて、すごくこう今まで冷え性でなんかこう肌寒いなっていう風に今まで思うことが非常に多かったんですけども、あれなんかこうなんか体が暖かいかとかっていう風に思うように感じるようになってきました。はい。で、まあ、やっぱりそうやって栄養をしっかり補うということがですね、まあ、至ってシンプルなように見えて、すごくこう体を支える上では大事なことなんだなっていうのに私も気づきまして、もう本当はね妊娠する前から、そして不妊治療をする前から、まあ、
こういった、ね、内容をもっと知っていればすごくこうより安心してマタニティライフも過ごせたし、まだ産後間もなくって、ね、ママ1年生なわけですから、すごくこう不安なことがいっぱいあるんですけども、もっともっと穏やかに育児ができちゃうんじゃないのかなという思いがあります。ので、まあ、そういった思いをですね、抱きながら、やっぱりこの栄養の大切さをですね、一人でも多くの方々に知っていただきたいなと思ってお話をさせていただきます。はい、で、まあ、体はですね、まあ、細胞からできているということですけども、人間のこの体っていうのは37兆個の、ね、細胞の集合体というふうに言われています。で、細胞の材料っていうのはこれ、栄養素なんですよね。はい。だから、まあ、細胞の分裂にも栄養が関わるっていうふうにこの書いてありますけども、私まさにその不妊治療をしてしたわけですけども、まあ、その不妊治療の中でも治療としてはこの末端の顕微授精というのをしたんですね。でそうすると卵子と精子をですね、まあ、顕微鏡でこう受精してもらうんですけども、どん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 この細胞分裂をして、一番このグレードのいい受精卵をですね、自分の体に戻すんですね。なので、もう本当にこの、ね、細胞分裂にも栄養が関わっているということをですね、もう私はすごくこう身に染みるような思いなんですけども、やっぱりそうやってどん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 、ね、赤ちゃんが成長していくんだなっていうふうに思います。はい、ごめんなさい、資料こっちですね。はい。で、まあ、赤ちゃんをね、細胞をどんどん増やすということですけども、はい。まあね、細胞分裂がこうどんどん活発だからこそ、まあ、一人の、ね、一胎児としてこう成長していくわけですよね。はい。で、妊娠初期っていうと、まあ、すごくこう体もデリケートな時期で、まあ、つわりも始まってくる時なんですよね。で、この初期にですね、赤ちゃんの器官とか、まあ、体の臓器がどん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 できてくる、臓器ができて体も大きくなっていく時期なんですけども、はい、まあ、つわりがちょうど始まることなんで、なかなかこう食べ物のですね、コントロールがうまくいかないななんていう方も、悩んでる方も非常に多いと思います。私もですね、つわりが非常に辛くてですね、妊娠初期そういえば何食べてたんだろうっていうふうに思うと、そうですね、確かポカリスエットとか OS1 をひたすらこう、まあ、とにかく水分として取って、もう何もこうね、白米すらこう食べるのもちょっとこの白米を炊く匂いとかなんかね、そういうのですごくこう敏感になってしまって、なんかカリカリ梅とかをですね、もうひたすらかじって過ごしたようなのが妊娠初期でした。そしてこう月に1回しかないですね、診察で先生にもうどんなものを食べたらいいですかと、つわりがひどくてもう食欲がないんです。で、赤ちゃんも成長しているのに自分の体はどん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 体重が減っていってしまったんですね。で、そうすると、まあ、病院の方から栄養指導で体重を増やしてくださいというふうに言われるわけです。なんですけども、まあ、体重の対しての指導はあるけど、こういうものを食べたらいいよとか、まあ、今食欲がないんだったら、まあ、少しでもこういった食事が取った方が栄養もね、いいよとか、そういったアドバイスがこう一切なくてですね、もう本当にこう、なんかこう一般的なですね、そうですね、だから OS1 を飲むとか、なんかこう体に良さそうなものをですね、探して、まあ、ビタミンジュースとかですね、市販のものですよ。まあ、そういうものを摂取して、なんか過ごしていたのを今思い出します。はい。なので、まあ、本来であればですね、やはりその体重指導だけじゃなくて、やはりしっかり栄養指導をしていただいてですね、やっぱりこの母体とね、その赤ちゃん両方に栄養が必要なわけなんですね。で、赤ちゃんの発育にですね、はい、そして重要な栄養素なんですけども、やはりこれらの栄養素、これ全てが必要です、ね、特にやっぱりタンパク質しっかり取りましょうなんて言われてますけども、やっぱりタンパク質を取ればですね、まあ、そこにこう脂質がねくっついていたりとか、あと鉄もね一緒にくっついてますので取ることもできたり、ビタミン、ミネラルなどありますけど、皆さんはちゃんとしたこのバランスのいい食事をとっているでしょうか。
はい、そうですね、まあ、この三大栄養素があってですね、まあ、この三大栄養素は体の材料、エネルギー源になるんですけども、この三大栄養素をですね、エネルギーにする道具のようなものが、このビタミンだったりミネラルだったりするわけなんですね。はい、なのでこれらをですね、やっぱり基本的には食事からしっかり果物を食べるとか、お野菜を食べるとか、まあ豚肉とかね、お肉とかをしっかり食べていれば、まだそこにビタミンとかも含まれますから、やっぱり食事でしっかり栄養素を摂取するということが大事ですし、またですね、食物繊維っていうのはですね、外食を中心に食事をしてますとなかなかこれ摂取ができないわけなんですね。最近はですね、すごくこう便秘な子、ね、お子さん多くてですね、まあ、うちの子供もですね、まあ、ちょうどこう元気な5歳児なんですけども、やっぱりなかなかこう野菜をですね、これは食べたくないとか苦手だなとか、こう好き嫌いが野菜に関しては非常にあるんですけども、そうやって野菜を、ね、取らなくなると、こうならないかいってこう言い出すんです。でまだ自分が便秘っていうこの概念がないので、とにかくママお腹が痛いというふうに言うんですけども、やっぱり振り返ると、ちょっと最近麺類とかね、糖質中心の炭水化物中心の食事になってるなっていうふうに思って、まあ、そこで例えば補食とか、ちょっとお腹が空いた時とかにですね、バナナとかですね、性質があるものを食べさせていくと、まあ、この便秘がスルッと解消されたりするんですよね。はい、なので、まあ、性質までもしっかりとるということは非常に大切です。はい、そして、赤ちゃんのですね、まあ、妊娠中とか、まあ、産後のタンパク質なんですけども、やっぱり私たちのこの体自体がですね、このね、作っているのはタンパク質ですね。まさに赤ちゃんの体の、ね、成長に必要な骨とか歯とか、この全てのベースがタンパク質になっていますし、やっぱりこのね、子宮がどんどん大きくなっていくためにも、まあ、粘膜を丈夫に保つという上でも、タンパク質が必要です。そしてね、産後、赤ちゃんが一番初めに口にするもの、ね、これ母乳ですよね。はい、なので母乳もですね、これタンパク質なんですね。やっぱり人は、ね、本当にこの生まれた時からこうずっとタンパク質を摂取し続けることがすごく大切になっています。ね、でこの妊娠中にですね、大事なタンパク質が不足してしまうと、赤ちゃんの発育に影響が出てしまったりとか、血管がもろくなったり、出血しやすくなったり、ね、またむくんだりして足がつるなんてこともありますから、ね、非常にこうマイナートラブルが増えたりもしますし、粘膜とか、ね、特に今なんて感染症が、ね、心配なこのご時世になっていますから、免疫機能が低下してしまったこともあります。またお腹が大きくなるとですね、大きくなるにつれて、ただでさえ胃が圧迫されて消化能力が落ちるのに、タンパク質を取らないとより胃腸が弱くなって消化力が落ちてしまったということもありますから、やっぱりこう生涯かけてですね、タンパク質をきちんと取っていくということを理解していただきたいなっていうふうに思います。タンパク質っていうと、まあ、お肉をイメージしやすいんですけども、お肉だけじゃなくって、まあ、お魚だったりとか卵だったり、大豆製品などもあります。はい、でタンパク質のすごく重要なところは、これ食べだめができないんですね。なので昨日の夜お友達と焼肉をね、食べてお肉しっかり食べたから大丈夫、今日は大丈夫、タンパク質食べないってわけにいかないんですね。これなぜかというと、髪の毛とかこの爪とかって、これどんどんね、皆さん伸びていってますよね。これらの材料もですね、タンパク質ですから、常にこの体の中でですね、タンパク質を取り入れて作り変えられているんですね。そのためにもこれしっかりと取っていくということなんですけども、そこで、どんな食材にですね、どれぐらいタンパク質が含まれているかということなんですけども、まあ、豚肉が 100g で約、まあ、17g だったりとか、まあ、お魚とかね、まあ、鮭一切れで 15g ぐらいあります。卵だと、まあそうですね、それ以下の半分以下になってしまったりするので、やはりこう日本人であるのでですね、やっぱりこの和定食、ね、朝から、ね、お魚を焼いて、そして目玉焼きとかね、卵焼きがあって、で納豆に卵かけご飯とかでもいいですし、お味噌汁、
これ味噌も大豆がベースでできてますね。そこにお豆腐とか油揚げとか、まあ、こういったですね、和定食とか食べるとですね、朝からしっかりタンパク質を補うことができますので、まあ、こういったですね、目安を、自分の中で頭に入れてしっかり摂取していってほしいなと思います。はい、そしてですね、まあ、タンパク質、これ消化吸収なんですけども、ね、タンパク質とりあえず大事大事っていうから、まあ、プロテインとか何かしら取れればいいっていうわけではなくって、やっぱりこの栄養素としてこう考えて、食事として摂取して、それが消化吸収され、で利用されることで初めてこれ意味があるわけなんですね。ただただ取ればいいっていうことじゃなくって、それをしっかり消化吸収する、ね、そうってことはやっぱりしっかり食べたものを咀嚼して噛む、唾液を出す、ね、胃酸をしっかり分泌すると、ね、油物だったら胆汁も出すとか、ね、そして小腸で栄養素を吸収して、排泄で、そしていらないものは大腸から排泄する、ね、そこにはもちろん食物繊維が重要ですので、やっぱこう栄養素と考えると、まあ、このようにバランスよく取っていくということが非常に大切だということをご理解いただいたと思います。はい、というわけでですね、まあ、分子栄養学を学ぶとですね、いかに栄養素がですね、体も心も、そして、ね、パフォーマンスがいい状態の脳、思考などもですね、司っているということがよく勉強になりますから、ご自身の健康、そして、ね、ご家族の健康とかにもサポートにもなりますし、ご自身のこの一生をかけてですね、得た知識をですね、ね、どん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 、それを使うことができますので、ぜひ皆さん一緒に勉強ができれば嬉しいなと思います。成長ありがとうございました。河村さん、ありがとうございました。素敵なエピソードっていうかね、ちょっとプライベートなこともお知らせいただきまして、本当にありがとうございました。おち様の話が終わってからまとめてちょっと質問のコーナーを取りたいと思いますので、お待ちください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして、ONP のおち様にお話をいただくんですが、おち様いらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。おち様はどちらからでしたっけ？愛媛です。そうですね、はい、はい、四国の愛媛から今日はおち様この講演をですね届けてくださるということで、画面共有して講演をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今見えておりますでしょうか？はい、見えてます。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい、スライドショーになりました。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、では、皆様こんばんは、よろしくお願いいたします。まず私の自己紹介からさせていただきます。一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所認定の栄養カウンセラー ONP 越智彩希と申します。で、今日はですね、私がオーソモレキュラーに出会ったきっかけから、まあ、現在までというお話と、まあ、その後ちょっと鉄について少しお話をしようと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。もともとですね、私は看護師をしておりまして、看護師と ONP の他に、メディカルサプリメントアドバイザーなど、まあ、健康ですとか栄養に関係する資格をいろいろ取得してきました。で、現在はですね、ヘルスコンサルタントとして愛媛県でメディカルサロンっていうのを経営しております。看護師としてですね、ちょっと長年働いておりましたが、病院はやっぱり体調不良がある方とかが受診をされるんですね。お辛い症状を実感されて受診されてるにもかかわらずですね、まあ、原因不明ですとか、あとはストレスかなっていうような明確な診断をされずにですね、適切な治療を受けられない患者様とか、まあ、治療とか内服をしていただいてもなかなか、まあ、症状が改善しない、治らないっていうような患者様が多くいらっしゃったことに疑問を抱いておりました。
西洋医学のみっていうところの限界を感じていることがございまして、まあ、実際にですね、不調を感じて来ていただいているっていうのは事実なので、何か他に原因があるのではないかっていうところで、独学で原因を探し始めたっていうのが始まりですね。さまざまなですね、医学的なエビデンスがあるような論文を読み漁ったりとか、まあ、その頃にですね、見つけて、とってもお世話になったのが、この溝口先生の、見えますでしょうか、こちらの最強の栄養療法オースモレクラー入門っていう本ですね。こちらにはとっても助けていただきました。同じ頃ですね、仕事で忙しくしてた私自身もひどい肩こりですね。両肩はですね、常にパンパンに盛り上がってて、10分ぐらい読書をすると、もう頭痛薬が必要なぐらい、頭痛もとってもひどくありました。めまいとか立ちくらみっていうのはもうもちろん日常茶飯事ですし、急な吐き気ですとか、まあ、頻繁な激しい頭痛ですね。夜中に泣きながらベッドを転げ回るぐらいな頭痛っていうのも多くありました。あと息苦しさとか、喉の違和感っていうのもとってもひどくって、数ヶ月間咳が止まらなかったりですね。すごく体調を崩しがちになっていたんですね。で、健康診断とかでは、もう全く何回受けても異常なしという結果で、何件もですね、病院を受診したりとか、ありとあらゆるいくつもの検査を受けたりもしたんですけれども、どの病院に行っても全く異常ないっていうところで、症状の改善っていうのはもちろんありませんでしたし、納得できるような診断っていうのは、なかったっていうのが、ちょっと現状でしたね。で、そこで先ほどお見せしたこの溝口先生の本に書かれてあった内容ですとか、あとは自身で信頼できる研究結果とか医学的なエビデンス、科学的なエビデンスがあって、自分が納得したような内容っていうのを、実施していくとですね、半年もしないうちに体重は標準体重の下限ぐらい、マイナス8キロぐらい減りまして、毎日の気分も良くなりましたし、肩こり以外の症状っていうのはひどかった頭痛も全て嘘のようになくなったんですね。肩こりはですね、ちょっと少し時間はかかったんですけれども、ほとんど気にならないようになるまでにはそれでも1年ぐらいですね、かけて少しずつ軽減して、数時間の読書っていうのを全く頭痛など気にならず、快適に読書もできるようになっていきました。長時間の運転とかをすると、少しちょっと肩が凝ったかなとか、少し軽い頭痛を感じるっていう程度はしばらくは残っていたんですが、今はもう全く頭痛薬を飲む、痛み止めを飲むっていうことはなくなりましたね。毎日ですね、悩んでた症状がなくなった私はですね、本当にオーソムレクラーに出会って、全ての謎が解けたように感じて、本格的にですね、基本になるオーソムレクラー栄養療法っていうのを水口先生のところで学んで、知識の習得をしてしていきたいなというところで資格を取得いたしました。その後ですね、家族ですとかお友達ですね、あと身近な方とかにも、体調に不安がある方っていうのは多くいらっしゃったので、私が習得したこととか実践したことっていうのをお話しして、実際に実施していただくと、効果が出るまでの時間には個人差はあったんですけれども、ほとんどの方に改善が見られて、とても喜ばれました。そういった経験もしております。看護師として働いてた当時はですね、お薬ですとか医療介入っていうのがもう一番一般的だというふうに私も思ってたんですが、人間の体っていうのはですね、すべて栄養素でできておりますので、痛みとか苦しみですね、あと体重の増加の始まりっていうのも、
すべて栄養素、食事から始まるっていうことを身をもって再確認させてもらった経験でしたね。これらのことがあったので、私とか周りの、ね、方だけではなくって、同じように悩んでいる多くの方々の手助けをさせてもらいたいなというふうに思うようになって、まあ、看護師を病院を退職してですね、今のサロンをオープンしました。現在はですね、メディカルサロンを経営する中で、まあ、不調をお持ちの方ですとか、なかなか痩せないダイエットをしたいっていうような方っていうのを、まあ、ね、ですね、当サロンのレッスンをお受けいただいて、嬉しい効果を実感していただいております。先ほどご紹介いただきましたように、私が住んでる愛媛県っていうところなんですけれども、まだまだですね、実際オーソモレキュラーとか、分子整合栄養医学っていうような言葉とか、あとは栄養療法っていうものに馴染みのない方が、まあ、多くいらっしゃるなというふうに感じております。そのため、原因不明の不調ですとか、何をやっても痩せないっていうようなお悩みをお持ちの方っていうのは多くいらっしゃるなっていうふうに感じております。そのような方にですね、この地方からでも、体は栄養素、自分が食べたものですね。もう一つ踏み込んで言えば、自分が食べたものを吸収できたものでできているっていうことですね。あと、一番身近な毎日の食事っていうところに改善策が隠されているっていうことを、まず知っていただいて、病気や肥満を未然に防いでですね、明るく元気で、ハッピーな日常を送れるようになってほしいなと思いながらお仕事をさせていただいております。今日ですね、聞いてくださっている方々の中には、オーソムレキュラーの資格を取得してですね、どのように活用をしていったらいいんだろうっていうふうに思われている方多いんじゃないかなというふうに思っております。私はですね、自分でサロンを起業してから初めてそこに気づいたといいますか、どういうふうに使っていこうかなというふうに思ったんですね。先ほど話したようにですね、オーソムレキュラーの栄養療法っていうのに出会って、私は本当に衝撃だったんです。あんなにずっと悩んでた、もう辛かった症状っていうのが、全部嘘のように消えてしまったので、どうにか、私以外の同じように悩んでいる方、病院に行っても、なかなか原因がわからないっていうような方に、どうにかオーソムレキュラーを伝えて、オーソムレキュラーで助けてあげたいっていうふうに、強く思ってですね。それで、あまり深く考えず、病院を辞めちゃったんですね。愛媛県では、栄養療法だけを、している、病院とかクリニックっていうのが、あまりなくてですね。で、このオーソムレキュラーの栄養療法だけに、全集中して、していきたいというふうに思ったときに、病院を辞めて、自分でするしかないなと思ったのが、始まりでしたね。でここからは私の、一つの事例として思って聞いていただけたらと思うんですけれども、実際にですね、サロンをオープンして始めてみたら、皆さんですね、オーソムレキュラーって何？とか、病院で処方された病院だけ、ごめんなさい、薬だけ飲んでたらいいんじゃないかっていうようなお声をたくさん、聞いたんですね。オーソムレキュラーっていうもの自体が特に愛媛とかではオーソドックスなものではなくって、さらにですね、私は医療機関を出て自分で起業をしてしまったので、血液の解析とかもここのサロンではできないんですね。で、オーソムレキュラーの栄養療法にはですね、医学的な内容の部分というのも多く含まれますし、
コンプライアンス的にもですね、発信できない文言ですとか、そういった内容とかも多くありますので、まあ、サロンをオープンしてからオーソモレキュラーを知ってほしいのに、オーソモレキュラーの良さの伝え方がわからないっていうような状況に陥ってしまいました。でご来店いただいた方にはですね、時間をかけてオーソモレキュラーの説明っていうのをいいところをたくさんお話ができるんですけれども、大衆に向けてですね、一言でオーソモレキュラーの良さを説明するっていうことは私にはとても難しく感じてしまっておりました。なので私はオーソモレキュラーですとか栄養療法っていうのに馴染みがない方でも、結果としてですね、オーソモレキュラーで元気になってもらうのにはどうしたらいいのかなっていうふうに、より多くの方にですね、どうしたらいいかっていうふうに考えた結果ですね、ダイエット、肥満解消っていうところに着目をしてみました。ダイエットっていうのは、食事っていう内容で、意味ではあるんですけれども、ダイエットっていう言葉自体には馴染みが深いことも多いですし、痩せたいって思ってる方も結構多くいるのではないかなっていうふうに、考えたのと、あとはですね、メタボリックドミノって聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、これ、見えますかね。メタボリックドミノっていうこの、図があるんですが、肥満の先には、たくさんの疾病が隠れてるんですね。なので、肥満を解消することで、肥満を解消、予防することで、たくさんの疾病の予防につなげていただけたらいいなというところで、ダイエットっていうところを切り口にして、サロン経営を行ってまいりました。で、気づいたらですね、痩せただけではなくて、他の気になってた不調とか、肌の、調子とかも良くなって、不調も消えてですね、元気になったっていうふうに、おっしゃって、いただいている方が大半で、今いらっしゃいます。今ではですね、溝口先生とオーソモレキュラーっていうのを信じて、このサロンもオープンして、本当に良かったなというふうに思っております。医療機関にお勤めの方も多くいらっしゃると思いますので、あくまで私の一つの事例という形で聞いていけいただけると幸いでございます。長くなりましたが、ここからは少し鉄についてのお話をしていきたいと思います。学術的なところっていうのは今後詳しく学んでいかれることも学んでいかれると思いますので、鉄にまつわる私の経験だとかも少し含めたお話にお付き合いいただけますと幸いです。では鉄のお話に入ってまいりますね。どうぞよろしくお願いします。鉄の役割、こちらにいろいろ書いていただいてますけれども、もう見てもらった通りですね。赤血球を作ったりとか、酸素を運ぶ役割っていうのは、結構イメージしやすいところかなと思います。で、栄養療法を実際に行っていきますと、コラーゲンの原料になったりとか、神経伝達物質の整合性に大きく関わってるっていうのは、とても鉄がそこに関わってるっていうのは実感したりとか体験をすることになるかなと思います。で、次に鉄欠乏の客観的症状っていうふうにありまして、皮膚、粘膜、髪の毛、爪、あと神経、筋肉系ですね。神経、筋肉系はですね、他のミネラルとかも関係することは多くありますけれども、鉄の関係もかなり大きいですね。私はですね、ここに書いてある細かい症状、すべての症状が私はありました。かなり鉄欠乏があったんですね。鉄欠乏があることによって、頭痛がとってもひどかったり、肩こりがとってもひどかったんですけれども、
頭痛や肩こりがあるので痛み止めロキソニンを飲みたいんですが、鉄欠乏があるから喉の使い感っていうのがあって、ロキソニンを飲もうと思って何回お水でこう流し込んで飲もうと思っても、ロキソニンのあの小さな粒が口の中にずっと残ってしまうんですね。それぐらい喉の使い感があって飲み込みができないっていう状態が続いておりました。この上の皮膚粘膜のところに喉の使い感って出てるかなと思うんですけれども、この喉の使い感、鉄欠乏のまあ症状としてあるんですが、パルマービンソン症候群とかプランマービンソン症候群とかっていうふうに言われますが、鉄欠乏のが原因でですね、食道の粘膜に薄い膜っていうのが形成されてしまうんですね。それで物が飲み込みにくくなったりしてしまいます。私はまあビタミン B 群の不足とかもあったので、余計に症状がひどかったのかなとも思っております。で、次に鉄が不足すると出やすい不調っていうところで、たくさん箇条書きがされてあるので、皆様も当てはまるところがないかなっていうので、ちょっと見ていただくといいかなと思うんですが、ここにはちょっと出てないんですけれども、すいません、氷を好んで食べたりとかっていうのも鉄欠乏の症状としては結構出やすいかなと思います。萎縮症というんですけれども、ジュースとかね、お茶とか飲んだ後にコップに残ってる氷をずっとガリガリ全部食べちゃうとか、噛んで食べちゃうとか、もう冷凍庫にいて直接氷を取ってガリガリボリボリ食べちゃうとか、そういった方は鉄欠乏っていうのもちょっと可能性としてはあるかもしれないかなと思います。で、こちらにですね、発達段階によって鉄欠乏の及ぼす神経系の症状というのが書かれておりますが、こちらもまた身近な方ですとかご自身に当てはめてですね、確認していただくと、ちょっと鉄欠乏とかが見えてくることがあるかなと思いますので、また見てみてください。で、隠れた鉄欠乏というところで、図を見ていただきたいんですけれども、体っていうのはですね、ヘモグロビンを優先的に作り続けていきますので、そして、鉄が不足した場合ですね、体はフェリチンって言って貯蔵鉄とか組織鉄に含まれた鉄っていうのを先に利用していきます。ヘモグロビンの濃度が病院では貧血なしとかっていうふうに言われていても、フェリチンですとか組織鉄が不足している状態では、潜在性の鉄欠乏というんですけれども、貧血と同じような症状が出たりするんですね。で、私も健康診断ですとか採血とか常にヘモグロビン12とかはあったので、貧血で病院で引っかかったことはないんですが、とてもひどい潜在性の鉄欠乏の症状がずっとありました。で、オーソモレキュラーに出会って、詳しいオーソモレキュラーの採血をしていただくと、フェリチンは、20代でしたね、最初は。で、鉄にはですね、肉とか魚に含まれてあるようなヘム鉄っていうものと、ほうれん草とかプルーンとかに含まれている非ヘム鉄っていうものの2種類がございます。鉄を取っていただくときのポイントとしてはですね、ヘム鉄っていう動物性の食品由来の形で取っていただくっていうところがポイントですね。ヘム鉄っていうのはもともとタンパク質にくるまれておりますので、もう吸収されやすい形にもともとなっております。反対にですね、非ヘム鉄っていうのは吸収率がとっても低くって、活性酸素も出してしまったりしますから、胃腸の粘膜を傷つけてしまったりとか、他のちょっとビタミンミネラルとの吸収を競合しちゃうっていうところがありますので、その辺はちょっと注意が必要かなと思います。
こっちの下側の図を見ていただくとお分かりいただけると思うんですが、同じ量の鉄の量でもですね、ヘム鉄と非ヘム鉄では吸収率に6倍近い差があるのが見て分かっていただけるかなと思いますので、それだけヘム鉄という形で摂取していただくということが大切ということになります。こちらの鉄の推奨量書いておりますけれども、女性で1日 10.5mg、 男性 7.5mg と書いておりますが、妊娠とか授乳とかそういった場合は赤ちゃんにも栄養素を持っていかないといけないので、より必要量が増えてきます。でこちらに必要な鉄分の量を食べ物で書いておりますが、なかなか食べ物だけで鉄を取るっていうのは現実的ではないなっていうのをお分かりいただけると思います。質のいい安全な天然の鉄サプリっていうのを取り入れていただくっていうことが大切かなと思っております。で鉄はですね、心のバランスにも大きく影響しておりまして、精神のコントロールが難しい方とかっていうのは、タンパクとかビタミン B 群、マグネシウムとかもちろん大切なんですが、鉄も大きく関係しているっていうところを知っていただくたいと思います。すみません、少しお時間過ぎました。これで終了いたします。ご清聴ありがとうございました。おちさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私自身もおちさんのその開業のエピソードというか、はい、もうオーソマレケアやりたくて病院辞めちゃったっていうのは今初めて聞いたので、はい、周りからは止められましたか？止められました、すごく。はい、そりゃそうよね。安定した国家資格を持っていて、はい、勤めていてということだとそうなりますよね。はい、本当に私としても参考になって、他の方に背中を押す時のエピソードに使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、それではここからは質疑応答のコーナーにしたいんですけれども、今日お二人の先生方が河村さんと越さんが話されたことへの質問でも大丈夫ですし、講座の受講に対しての質問でも大丈夫です。でこれの質問はチャットでもいいですし、挙手をして直接私聞きたいことありますみたいな感じで聞いていただいてもいいんですが、どなたか、ご質問ないでしょうか。ぜひぜひ遠慮なく、この機会なのでお二人のそのエピソードも含めてね、何か、ちょっと追加で聞きたいことあるみたいな方でもいいかなと思います。じゃあ質問、もしかしたら今チャット書いてる方がいらっしゃるかもしれないので、ご案内は今日今日参加してくださってる方、今現時点で私たち合わせて33なんで30名の方が参加してくださってるようなんですが、この中から3名の方に書籍をプレゼントを、水口先生のサイン入りなのかな、書籍のプレゼントがあるということと、実はもう1点特典の案内があるので、それはこの後の私の説明の講座の説明の時にご案内をさせていただきます。今河村さん実際妊娠出産子育てを経験して、そこからオーソムレキュラーに出会って、これ私も一緒なんですが、もう妊娠前に出会いたかったって思いますよね。はい、もう本当にね、そういうふうに本当に思うばっかりで、分子栄養学に出会ってから分子栄養学を取り入れながら妊娠を迎えて、そしてまた子育てしている子どもはビタミンベイビーという言葉を聞いたんですね。はい、そうですね。ね、すごくこう栄養が、ね、お母さんの精神もお母さん自体に栄養が行き渡るので、すごくこう心穏やかに育児ができて、また赤ちゃんも夜泣きをしないですごくこう育てやすいっていうふうに伺うんですよね。ね、だから本当にこうもっと早く知りたかったなって思うばっかりです。はい、私なんかもう長男の夜泣きと次男のアトピーにすごくこう苦しんだので、その時は私の何が悪かったのかなって悩んだんですけど、今思えば単なる栄養不足だよっていう、もうすごく私も体重が軽くて、もちろん40キロないっていう感じのスタートラインから妊娠しているので、もともと重篤な栄養欠乏があったんだろうなっていう感じで、河村さんもそれを、ね、産後に気づかれたので、今子育てにね、ちっちゃい時から応用できてるのはいいですよね。
そうですね、やっぱりすごくこう子ども自体も変わってきまして、その特にそうですね、やっぱりこう落ち着きがなかったりとか、まあ、それこそこう氷、ね、ジュースに入っている氷とかもガシガシ食べてる子にはだいたい鉄欠乏で、すごくこう集中力がないんですよね。で特にこのコロナ禍だったので、たまにこの、まあ、子どもが通ってる園でもオンライン授業がこの2年ぐらい何回かあったんですけども、はい、もうそういった子に限って大体もう画面からずっとフェードアウトしてずっと戻ってこないんですよね。でもお母さんが投げてんのみたいな感じで、もうお母さんも、うん、ギャーみたいな感じで怒っていて、大体そういう家庭を拝見すると、もうお母様自体があまり食に興味がない、うん、だから例えばすごく過度なお母さんがダイエットをしていたりとか、食に興味がないからお子さんに対しても朝から例えば菓子パンを与えるとか、自分は朝食べないからって言っても、なんかもう適当なものをあげてるみたいな子がお子様が多くて、そうするとこう結構、ね、いろんなところに症状が出て、その鉄欠乏の症状がすごくこう出てるんですよね。なのでまあ、もうちょっとこうね、しっかり仲いいお友達であれば、やっぱこうお肉とかね、しっかりもうちょっと食べさせた方がいいよとは言えるんですけど、やっぱりあまりねこう親しくないと、なかなかこう特に私みたいな OE の立場でこう管理栄養士でもないのに栄養のことを言うのっていうのはすごくこうね難しいので、まあそうですね、注意をしながら伝えていることとかはあります。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとおちさんにもエピソード、もう一個私聞きたいことがあるんですが、先に今チャットでご質問が来たので先にこちらに対応させていただきます。どちらを受講するか迷い、10月スタートの ONE に申し込みましたが、 ONP の方へ変更することは可能ですか、看護師ですということですね。これね、どちらも行く方いるので、この、うん、この説明会の前回かな、誰だったかな、はやっぱり ONE、 そうだ、吉田さんっていう管理栄養士の男性の方だ、は管理栄養士で国家資格を持ってるんだけども、ONP を取ってその後翌年とかにステップアップとして ONP を受けたという方もいらっしゃいます。ただ実は ONE と ONP って値段だけが違うわけじゃなくて、講義内容がもちろん違うんですね。でさっきおちさんがコンプライアンスに気をつけてるっておっしゃったんですが、血液検査のデータはやっぱり読めるように なっていた方が、まあ、得になることっていうか、知識も増えるっていう意味では、やっぱり ONP の講座の方が血液検査データの読み取りの面、それから、実際オーソムレキュラーをやっている医療機関のドクターの講義というのが ONE の講座には含まれないですね。なので看護師さんでもこれやってみたいと思うんだったら、もう先に ONP の方がいいかなと思うんですが、まあ、中には私には難しすぎるんじゃないかとか、医療職としてブランクがあった方とかは恐る恐る ONE から受けてみたっていう方もいらっしゃいます。なので自由なんですが、変更は一旦今申し込んでる ONE をキャンセルして、ONP の方に変更するということは全然事務局の方で対応していただけると思うので、まあ、ちょっとどっちにしようかなと思ってご本人決められていいのかなと思います。でもせっかく看護師さんだったらもう最初から読み取り学んだ方がいいのかなと思うけど、おちさんどうですか？同じ看護師さんですね。はい、そうですね、私もお悩みであれば ONP を最初から取られる方がいいんじゃないかなと思います。やはり内容の深さっていうのも変わってくると思いますし、ドクターの見解とかっていう話も結構多く聞けるみたいなので、受講できる資格がある場合はされた方が後々結構自分の力にはなるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、アドバイスありがとうございました。私と川村さんからしたら ONE しか、まあ、受講資格がないので、私も医療資格がないので羨ましいですよね。いや本当そうです ね ONP ね、受けられるんだったらそっち受けたいですもんね。ぜひそちらを進んだ方がもう本当に羨ましい限りです。そうですよね、いいと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次のご質問です。ベジタリアン起因の鉄欠乏のうつだったけども、ナイアシンが直行したんですが、いろいろ先生によって考えが違うんですねっていうふうに書かれていますね。結構その、
一般社団法人、今日の主催している大染倉弥生医学研究所の溝口徹先生は結構慎重です。やっぱり診察もしてない方への栄養アドバイスとか、これをこのくらい飲めみたいなことは溝口先生はネット上で一切発言をされないというのは、私知り合っても15年経ってるんですが、本当にそうで慎重で、ただ一般に啓蒙するためにそれを発信したり書籍を書かれたりする先生もいるということで、一般啓蒙をすごく中心にお考えの先生なのか、やっぱり診療をして一人一人やっぱり個々に合わせた栄養療法を診療の後にするっていうお考えなのかで、ちょっと先生方お考えは違うんじゃないかなというふうに思っています。ただどれが正しいとか、どこが正当派とか、どこが正しくてどこが正しくないみたいなのもないので、やっぱりそれいいとこ取りしていろんな情報を取るのもいいんだろうなというふうに思います。で、質問に発達障害のお子さんなど栄養療法で改善するんだろうなと、実感してますって書いてるんですが、溝口クリニックにも多くの発達障害のお子さんがいらっしゃって、すごく改善している例などもセミナーなどでお伺いするので、ぜひね、学ばれて先生方のいいところ、特徴もあるので、学ばれていいとこ取りされるといいかなと思います。はい、そうですね。これちょっといい質問かもしれませんね。例えばオーソムレキュラーのこういう資格の、カウンセラーの資格の講座って、この今の私たちが取った社団法人オーソムレキュラー栄養研究所の他にも、例えば宮沢先生のとこだったり、安藤先生のとこだったり、いろいろあると思うんですが、あちこちで勉強してる方も多いかなと思うんですけど、河村さん他のとこでも学ばれましたか？はい、私はもともと水口先生のところの患者で、それで自分が体質改善して、あ、すごいこのメソッドというか、栄養素ってすごいと思ってから、その こちらの教会を知ったんですよね。なので、それだったらもう自分が体感したことを学んでみたいと思って、すぐに ONE 第2期で受講しました。で、そこからなかなか学ぶ機会がそのままなかったので、安藤先生、安藤先生って言って、北海道のね、はい、そうです、はい、で、また子ども分子栄養学だったりとか、分子栄養学 のそうですね、講座を勉強して、はい、おります。はい、なので私もそうなんですが、溝口先生のところも受けて、私たちは ONE も持ってるけど別の先生のところでも学んでるよっていうところですかね。おちさんどうですか？はい、私は先ほどの話でちょっとご紹介させてもらったんですけど、この本に出会ったっていうのがきっかけだったので、何も迷わず溝口先生のところで学びたいっていうのが一番で、溝口先生のところで学ばせていただきました。で、国際のソムリュクラーの医学会とかにも所属はしてるので、柳沢先生とか のお話とかっていうのも聞かせていただいて、参考にさせていただいているっていうところはあります。はい、はい、なので結構私たちは今この P と E の立場でここにいますけど、特によそはダメとか敵対してるとかなくて、やっぱりみんなつながって、いい情報交換で勉強していこうっていうふうに思っている方が多いかな。ただ最初に、どこで学ぼうかなっていうところで、今日お悩みの方もいらっしゃると思うんですが、本当にちょっとずつ特徴が違うので、それ最後の説明会の時に私の方がちょっとONP と ONE の講座の特徴みたいなものをお伝えしたいというふうに思います。で、次に歯科衛生士さんだけど ONP を受講するか迷ってますって書かれてますね。歯科衛生士の方って管理栄養士さんとか薬剤師さんとか、看護師さんと違ってちょっと生化学が私ついていけるかなって迷う方が実際多いの、よく相談を受けるんですね。で、それでも ONP を取った方がいいよって私はよく勧めます。読み取りの学びができるのがやっぱ ONP だけなのでということで進めるんですが、歯科衛生士さんで実はフリーランスで活躍されている著名な歯科衛生士さんって結構これ受けてらっしゃる方が多いんです。で、個人的に私もそれを知っているのでその話題はするんですが、今ここでねお名前を出していいかわからないのでちょっと名前は避けたいと思うんですが、オーソマレキュラーっていう名前で実際活動をしてらっしゃらなくても、フリーランスの歯科衛生士さんはセミナーだったり
原稿っていうか、その雑誌に投稿したり本を作ったりとか、あと臨床の現場でもあちこち全国に行かれたりする中で、オーソモレキュラーの概念というのは非常に役に立っているというふうに聞きます。なのでオーソモレキュラーって言っちゃうとやっぱりちょっと固まっちゃう、そこの一つに固まっちゃうので、食育とか栄養指導っていう部分でオーソモレキュラーの知識生かされている歯科衛生士さん結構いらっしゃいます。で、あとは勤務している、歯科医院に、管理予算が伊藤 NP も受けているっていうんであれば、ぜひ一緒にとってその共通の話題で患者さんを指導するといいのかなと思うんです。で、ご勤務されている歯科衛生士さんで ONP を受けている方の場合は、かなり患者さんのその歯周病管理のアドバイスとか食事のアドバイスにこのオーソモレキュラーの概念を取り入れたり、食事記録のチェックをしたり、あとは歯科医院で血糖値の検査をしたりするときもその知識が役立つというふうに聞いているので、先ほどと同じアドバイスになると思うんですが、せっかく医療系の国家資格を持っていらっしゃるようであれば、 ONP を受けられる方が読み取りも学べていいんじゃないかなと思います。歯科衛生士さんはフリーランスの方あんまり発表されてないけど、結構ね、皆さん知ってるフリーランスの歯科衛生士さん学ばれてます。はい、ということで今回質問は以上なんですが、私もう一点おちさんにちょっとエピソードとして深掘りで聞きたいことがあって、ダイエットってやっぱり女性、男性もねいらっしゃるかもしれないんですが、女性の多くの興味があっていらっしゃる方の中で、最初来た時は痩せたいと思っていらっしゃったけど、アドバイスをするうちに実際お痩せにもなるんでしょうが、それ以外のこう副産物としてとってもこういいことが起こったっていうような、なんかちょっとなんかトピックとなるような思い出深いクライアント様があれば教えてください。はい、今おっしゃっていただいたようなことはもうほとんどの方がそういうダイエットしたい、痩せたいっていうふうにご来店いただいても、ほとんどの方がダイエット以上に喜ばれるような結果っていうのが出ております。それはですね、やっぱりもともと頭痛があった、肩こりがひどかったですとか、そういったのが治ったりとか、あとはですね、健康診断で毎回毎回脂肪肝っていうのところで引っかかってた。で、大体半年から1年続けていただくと、その食事のコントロールでそういったのも改善されてたっていうところの喜びの声ですとかね。あとはそうですね、日々、ご自宅でご主人様ですとか、お子さんにすごくイライラして、毎日毎日怒鳴っちゃって、それが、もうご自身の心のストレスになられている方っていうのが結構多いんですけれども、そういったのも皆さん改善されておりますし、あと多いのはですね、夜に寝れない。で、寝てもすごく悪夢を見ちゃうとか、寝た感じが しない、朝起きても疲れが取れてないっていうところが亡くなってるっていう方は多くいらっしゃいますね。で、私の方ではもうやはり何て言うんですかね、今、若い子たちが感じてるようなすごく細く、痩せすぎっていうところを目指してるわけではないので、なので標準体重で持っていって、あくまでも疾病につながるような肥満っていうのを解消するっていうところを目的でしております。はい、ありがとうございます。食べないダイエットとか苦しいダイエットって自分の体重だけに一喜一憂される方が多いと思うんですが、オーソモレキュラーの概念でダイエットに取り組むと、あんまり体重の減りがこうにだけに集中せず、そういえば頭痛がなくなってみたいな、他のことの改善を喜ばれるようなになる方が多いのかなと思うんですけど、そうですかね。そうですね、はい、最初は本当に痩せたいだけで来られてて、そのオーソモレキュラーって何って、栄養療法って何っていうところで皆さんも来ていただくことがほとんどですね。ただ痩せたけど勝手にずっと気になってた不調っていうのがなくなってるっていうところは皆さん実感していただいております。はい、ありがとうございます。ちょっとそこがね、ダイエットで来ても結局は、はい、もっともっといろんなことが元気になってメンタルも安定するっていうのはオーソモレキュラーのすごく得意とするところですよね。そうですね、はい、はい。最後にもう一個質問が来て、これONE 検討中なので私と川村さんが対象だと思うんですが、今
ちょっとね、最初の説明の時あったと思うんですけど、河村さん自身は結構あの講師とかもされてますよね、オンラインセミナーの。はい。とか。なので、はい、ONE でも、そういう健康の発信っていうのは、P の方でも E の方でも同じようにできるので、それは、講師とか、カウンセリングとか、そういうのはできますよね。そうですね。特に私の場合は、もともと私はセミナー講師をとかをしていたので、そこにこう分子栄養学を、学んで、こう分子栄養学をちょっと取り入れたんですけども、でもやっぱり初めの頃、じゃあ分子栄養学を伝えようと思った時に、なかなかこう皆さん分子栄養学とかオーソモレキュラーっていう言葉が全く理解されてないことだったんですね。で、私の中では、もう分子栄養学ってすごいんだよっていうこのテンションで話したくても、何みたいなこのワード聞いたことないっていう方が多かったので、私が初め伝えるようにしたのは、やっぱりこう例えば子どもが幼稚園に入ります、お弁当を持ってくようになりました、どんなものをお弁当に入れたらいいんだろうとか、あと例えばお菓子とかスナックを食べるようになって、どんなものをあげたらいいんだろう、できればやっぱり子どもにはなるべく体にいいものを食べさせたいけど、こう一度食べてしまったマクドナルドの味が忘れられなくてマクドナルドばっかり食べたいっていうとか、結構その子育てをしているとママたちのそのコミュニティの中で、子どもの食育についての話がすごく出るんですね。好き嫌いが多いとか、でそういうところから私が、いや実はオーソモレキュラーっていうのがあってって言って、私自身も体調すごくこう回復をしたんだけど、そのオーソモレキュラーのメソッドの中では発育発達障害とか、そういう病名じゃなくっても子どもの集中力とかそういうメンタルとか、そういったことにもすごく栄養が必要でね、でこういった食事がいいみたいだよっていう切り口から例えば始めるんですね。はい。そうなのってなって、ちょっと詳しく聞きたいっていうふうになって、じゃあプチセミナーをしようっていうふうにして、コロナ禍だったので、今回みたいなこのようなズームを使って何人か、なんていうんですかね、ママのオピニオンリーダーみたいな、こう友達が多いお友達に、子どもの食育のセミナーをやるから何人でもいいから声かけてねって言ってお話をしました。でそこでこう15人ぐらい の方が集まってくれて、もう無料でいいので、なんか悩んでいること、お子さんが悩んでいることだけ私に教えてくれて、事前にで、そして終わった後にアンケートだけ書いてほしいってことだけ伝えたんですね。でそれで私の例えば私は子供が1人しかいないので、自分の1人の子供の悩みをいつも抱えてるんですけども、そのアンケートとかもらうことによって、こう多様なお子さんのトラブルだったり悩みが情報収集ができたんですね。でまたそのデータをもとに自分で学んだ、知識を使って、またセミナーとか、そういったことで発信していく、こういった症状にはこういうのがいいんだよ、こういった先生がこういうふうに言ってるよとかっていうふうにしていっております。そして、はい、そういったことをですね、例えば今だったら SNS を皆さんやってると思うので、自分が困ってる症状でもいいと思いますし、世の中のこう巷でね、取り上げられてる症状に対して、実は本当はこういったことのが効くんだよとかっていうのを少しずつこうアップしていくとですね、多分それにキャッチーな言葉だと、いいねが増えていったりとかしますので、はい、そういったことを増やしていくと、なんかいずれ仕事につながっていったりするんじゃないのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。素敵なエピソードで参考になられたかなと思います。で、栄養のことを発信するにあたっては、 ONP も ONE も資格は実は関係なくて、ですので、そこはこういう栄養がこういうことに大事だってお伝えするのはぜひぜひ学んで、それをセミナーに生かしたりとか、あと幼稚園とか地域のそのママの活動とかに呼ばれて活躍してたり、今回認定講師になった一人の方は高校生に講演をこの前されてたりとかしたので、 ONE の方だって、その方はなので、そういう活躍の場で活躍されてる ONE の方もいるので、ONE しか医療資格がないから取っても仕方ないんじゃないかってことは全くないです。私も医療資格ないんですけども、全国あちこち呼んでいただいておりますので、ぜひぜひ学んでね、皆さんに栄養のことを伝えていっていただきたいと思います。
今日は河村さん、越智さん、そして素敵な講義ありがとうございました。ここからあと5分間ぐらいで講座の内容とかどういったものを学ぶのかっていうのを私の方が説明をさせていただきたいと思います。じゃあ私の方でちょっとスライドをですね共有させていただきたいと思います。ですね、はい、こちらになります、はい。今日、参加の皆さんに3名の、方に書籍サイン入りって書いてますね、水越先生のサイン入りの本がお届けになるので、ちょっとそれはね抽選の結果をお待ちください。で今日これからちょっと手早くですね説明をしていきます。大友レキラー医学研究所というのは一般社団法人でございまして、まず一般の方向けなどに大友レキラーを発信してこの啓蒙活動をしているということですね。あとは学ぶっていうふうに書いているんですが、大友レキラー栄養医学研究所については、無資格の方向けのその講座、誰でも受けられる講座 ONS と ONE という養成講座を持っております。で医療資格がある、医療系の医療資格がある方向けの講座が ONP 養成講座です。で OND と書いているのは医師、歯科医師の先生方向けの講座で、セミナーおよびかなりボリュームのある OND、オーソムキュラーニュートリションドクター講座というものも開講しております。これ現時点ではすべてウェブ公開というふうになっておりますので、遠方の方、地方の方でも学ぶことができるようになっています。でオーソムレキュラーのドクターセミナー、あとは栄養解析サービスも当社団で行っておりますので、そのことも皆様方の認定された方への特典としてありますので、この後の資料でご紹介します。でホームページはですね、この QR コード読み取っていただくか、それか大友レキラー栄養医学研究所っていうふうにググっていただくと、こういうふうなサイトが出てきます。全国で栄養療法を実践している医療機関様や栄養素の話、それから、ドクターが書かれている書籍の案内などがこのサイトの中に入っております。で ONP、ONE、これまで何名の方が卒業というか認定されたかっていうと、 ONP が合わせて906名、 ONE の方が657名です。で今年度から、去年までは1年に1回の、開講だったんですが、かなりですね、まだですかっていうふうに待つ方が多いので、今年度より1年に2回開講、養成講座を開講するようになっておりまして、5月に開講した皆さんが今学んでいる途中です。なので、10月末なのかな、11月の頭かなに試験があって卒業される方が加わると、ここがもう少し人数が、ここの今受けている74名の方と70名の方が受けてらっしゃるので、ここに加わってくるかなと思います。皆さんの仲間となるような方が今の現時点でこれだけいるということですね。で ONP というのは医療系の国家資格をお持ちになっている方向けの講座で、今医療機関に勤めているかどうかというのは関係がありません。医療資格を持って、医療の国家資格を持っていればですね、受講することができます。で全32講義180日間で、最初に申し上げたように血液検査データの読み取りの学びというのは ONP の講座のみに行っておりまして、栄養療法の医療機関の医師の先生の講義も含まれております。でこちらですね、どんなに勉強している方でもかなり難しいっていうふうに、最初私試験大丈夫かしらっていうふうにおっしゃるんですが、オソムレキュラーが好きで学んでいれば ONP も ONE も試験は大丈夫なので、受かるかわからないから受けないっていうのは非常にもったいないので、そこは大丈夫ですっていうふうに、経験者の私の方からお伝えをさせていただきたいと思います。で ONE の養成講座はどなたでも受けることができます。先日ね、高校生の方からお問い合わせがあったっていうので、高校生で ONE の方出てきたらいいですねみたいな話をしたんです。なので主婦の方でも学生の方でも、どなたでも医療系のお仕事をしていらっしゃらなくてもご受講できます。で過去にはですね、やっぱり今活躍されている美容師さんとかエステサロンの経営者の方とか、そういった方もたくさん受けられています。栄養の知識とかは美容にもつながりますし、いろいろな
美容と健康に携わるお仕事をされている方にはもう必ずや役に立つと思います。で、 ONE 講座にも健康診断から読み取るデータとか平均的に皆さんが目にするような血液検査データのことにはテキストの中でも触れておりますので、自分の栄養状態ってどうなんだろうなっていうところも ONE を受けるとある程度把握ができるようなところまで学べるようになっています。ですのでぜひぜひ私には難しいかなと思わずにチャレンジして自分のためと家族のため大切な友人のためにこれを学ばれてですね発信をしていっていただけたらなというふうに思います。で、私の友人たちなんかも私が始めた頃はそれこそオソメルキラって何っていう感じだったんですけど、今は教えてっていう感じとか、こういううちの子供がこうなんだけどっていう相談を受けたりとかしています。コンプライアンスさえ守れば医療資格関係なく皆様の相談に乗れますので、ぜひご受講をご検討ください。で、この講座の特徴なんですが、医師を中心に講座が成り立っているので、かなりハイグレード、やっぱりいろんな診療科の先生の話を聞くことができます。で、今年5月の開講の講座にも吉田先生という歯科の先生の講義があるんですが、撮影に立ち会わせていただきまして、これ2時間だけでも本当に受ける価値があるっていう素晴らしい歯科の講義、歯科の分野の講義も含まれておりますので、歯科医療従事士の方もぜひこれはいかむけでしょうと思わずにね受けていただけたらと思っています。で、これテキストなんですけれども、ONP はこんだけいきます。ONE はこんだけいきます。かなりボリュームがある一生ものの、宝物になるテキストだと思うので、ぜひゲットしてください。で、皆さん活躍されてるどういう人がいるかというとですね、医療機関にそもそも所属されている方もいるので、そこで活躍している方、これは ONE でも ONP の方もどちらもいらっしゃいます。あとは、いろいろな医療機関からの依頼を受けて、カウンセラーや研修に行ったりとか、アドバイザーとかセミナー講師をしていらっしゃる方もいらっしゃいます。で、これですね、先ほど今日の講師の越智様が、これに当たるかと思うんですが、もともと医療従事者だったのに辞めて個人事業としてですね、オセムケルの知識を使ってカウンセリングやアドバイスを行ってクライアント様を元気にしたりきれいにしたりというご職業の方もいらっしゃいます。あとはですね、この知識を生かして結構ヒットするブログのコラムとかでライターとして活躍している方もいらっしゃいますし、私が知っている方は医療機関に勤めていて、そのドクターと一緒に共著で本を書かれたりとかですね、先生が書かれる原稿のお手伝いをしたりするっていうような仕事をしていらっしゃる方もいます。ですので、この知識というのは自分自身がこの口頭で発信をしなくても誰かのドクターのお手伝いをすることもできるっていうのが魅力的な知識になるんじゃないかなと思います。あとはですね、認定された方にはフォローアップの講座などのご用意があるので、1年に1度とかそういったものでですね学べるということと、認定講師育成プログラム、これは今日の講師の、越智様と河村様もこれを受けて認定講師になられてるんですが、認定された後にはそういうふうにステップアップしてもっと活躍したいので次のステップ行きたいっていう方のためのプログラムが用意されています。で、ここに書いてるようにね、今日の講セミナーの中にもありましたけれども、医師、歯科医師がいない場所で血液検査データの読み取りをするということはコンプライアンスに抵触しますので、そこだけはしないように社団の方から全員がお願いされていると思います。で、認定の特典ですね、本当にいろいろな特典があります。フォローアップの講義、それから溝口先生に質疑応答質問をできるという日にちもあります。オンラインになってますが、それができます。あと、医師向けのセミナーって通常医師と歯科医師しか受けられないんですが、そこにも参加ができる権利が発生します。あとはですね、協賛企業からお得に物が買えるような提携しているような企業様からのそういったサービスもありますし、認定講師育成プログラムに申し込む権利というものもあります。あとは1年に1回有料にはなるんですが、栄養解析サービスを受けることが認定者はできるので、近くにいい病院がないし溝口クリニックで1回採血したいというような方はこの栄養解析サービスというのが認定者には年に1度有料になりますが受けるということができます。で、これですね、 ONP の方はベーシックセミナー、アドバンスセミナーは医師と歯科医師だけしか参加できないセミナーに申し込むことができます。ONE の方もベーシックセミナーに参加が可能となります。
このベーシックセミナーではかなり読み取りを学べますので、 ONE の方でも ONE で受けた後ベーシックセミナーに申し込むとより深い学びを受けることができますので、ぜひご受講いただけたらというふうに思っています。私はこのベーシックセミナーはこの15年間で多分30回ぐらい、全国津々浦々プラスオンラインで30回ぐらい受けていると思います。ずっと毎年1回は受けるようにして忘れないように学びを続けています。で、育成プログラムというのがあって、今日の越智さんと川村さんは今ここですね、認定講師育成プログラムを受けられて認定講師になられて、認定講師の方だけが作ってもらえる名刺っていうのがあって、それを作っていただけるんですが、ここになられた方は今度は社団の公認カウンセラーの育成プログラムといって今から始まるんですが、ここに参加することができます。なので ONP か ONE を受けたら育成認定講師育成プログラムに参加できて、その後公認カウンセラー育成プログラムにステップアップで学びを進めていけるような準備がございますので、ぜひ受けてですね、次々にチャレンジしてほしいというふうに思います。もちろん受けなくても活動はできますので、これを受けないと活動できないというわけではありません。で、これですね、実際の栄養解析レポートの写真イラストです。こういったものが自分が採血をして問診票にこういう解析情報シートに書くとですね、自分の足りない栄養素とか、あなたはこれがこのくらい足りないよというようなものを受け取ることができます。これはですね、認定の方に詳しいお知らせがいくので、認定されたら採血をしてこれを受け取ることができます。有料の特典です。で、今日ですね、最後のスライドになります。サイン入りの書籍3名様にプレゼント以外にはですね、このミニセミナーと説明会を受けた方だけにご案内する受講費の受講費用の割引特典というものがございます。で、こちらはですね、明日詳細がメールで送られますので、もう今日参加してよく分かったわと思ってそのメールを開かなかったら損しちゃうことになるので、明日一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所から届くメールをですね、必ずチェックしていただけたらというふうに思います。栄養血液検査の有料特典っていうのが、私が細かなところまで今パッと覚えてないんですけど、確か18,000何百円とかだったというふうに思います。で、詳細が医療機関で栄養解析を受けるときと少し違うので、あれもし医療機関で栄養解析を受けた方がいらっしゃるとするならば、あれそのままがその値段でということではないので、それは詳細をですね、ご覧いただいて確認いただいた後に栄養解析のサービスの申し込みはしていただけたらというふうに思います。ちょっと時間延長してしまいました。遅くなりまして申し訳ありません。今日参加していただいた皆様、本当に遅い時間までありがとうございました。川村さんと越智さんも本当に素晴らしい、プレゼンテーションをありがとうございました。皆様もし今日聞けなかったっていうような質問がありましたら、一般社団法人の方までお問い合わせフォームかメールなどでまたお問い合わせいただけたらと思いますので、ぜひこの機会をきっかけにですね、これを逃すとまた来年まで受講を待たないといけないので、ぜひ秋開講の講座にお申し込みいただけたらなというふうに思います。それでは皆さん、今日はご参加いただきましてありがとうございます。これにて終了とさせていただきます。越智さん、川村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。